こんにちは、アムロ・レイです。今日はこの機動戦士ガンダムシード・デスティニー連合 VS ザフト2プラス、このゲームをやっていきたいと思います。ガンダムシードってなんだ。僕は機動戦士ガンダムの主人公だよ。というわけで対戦モードなんだけれども、シン、これは誰だ。シンとは誰なんだ。赤い服を着ている、まさかシャーか。これはジオンのパイロットスーツに似ているじゃないか。これはシャーか。そしたら僕が使うキャラクターは可愛い女の子がいいよね。というわけでこのラックスというキャラを使っていきたいと思います。これはガンダムじゃない。ガンダムとついていないのか。なるほど、この世界ではガンダムっていう名前がないんだね。そしたら一番使いやすそうなモビルスーツを使っていきたいと思うよ。僕はこのエールストライクという機体を使っていきたいと思います。それではアムロ、いきます。スティング、これはモビルスーツのパイロットの名前が表示されるタイプのゲームだ。外した。ガンダム VS ゼータガンダムの操作感が体に染みついていて、ちょっとやり方を忘れちゃっているな。相打ちか。まだちょっと残っているな。間違えて覚醒をしてしまった。すごい、3倍のゲインだ。これはそっちは任せた。このスティングは僕がやる。ニュータイプか。えい、覚醒している。パワーでは勝てない。勝った、ウィン。なかなか手強い相手。これはザクか。やはりジオンのモビルスーツじゃないか。